今週発売の新パック、ダークウィングブラストの収録カードが続々公開され、その中でも魔界特派員デスキャスターのカードは、可愛らしいイラストはもちろんだが、様々な悪魔族モンスターに可能性をもたらす面白いカードとなっている。では早速効果を見ていこう。闇属性悪魔族のリンクにモンスターで、召喚条件は効果モンスター2体。このカードはリンク召喚されたターンにはリンク素材にできない。自分フィールドのモンスターが戦闘効果で破壊される場合、代わりに自分フィールドの悪魔族モンスター1体をリリースできる。魔界特派員デスキャスター以外の自分の墓地の悪魔族モンスター1体を対象として発動できる。自分の手札を1枚選んで捨て、対象のモンスターを特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は悪魔族モンスターしか特殊召喚できない。最大の特徴は、墓地の悪魔族モンスターをレベルの指定もなく、効果を無効にせずに蘇生できる点で、最上級モンスターでも蘇生できるため、同パックで新カードが登場したラビリンスや自爆神などでエース級のカードをいきなり場に出すことができる。効果処理時に手札を1枚捨てる必要があるが、来月登場するストラクチャーデッキ R デビルズゲートで強化される暗黒界とは極めて相性が良く、暗黒界の効果を発動しながら蘇生効果も使用できる。インフェルニティなどの手札を減らす必要がある悪魔族デッキとも相性が良い。1番目の効果で自身をリリースすることで自分のモンスターの破壊を肩代わりできる効果もなかなか便利で、ライトニングストームなどによる全体除去を防げるほか、激流層を発動し相手のモンスターにだけ大打撃を与えるといった使い方もできる。一方で昨今のパワーカードの反省点を踏まえ、デスキャスター自身は召喚したターンにはリンク素材にできず、トロイメやユニコーンなどのリンクさんにはそのままつなげることはできず、蘇生効果発動後は悪魔族しか出せなくなるため、リンク召喚がダメならエクシーズ素材にといった抜け道も対策がされている。制約を設けながら悪魔族デッキでは存分に活躍できるよう調整された面白いカードだと言えるだろう。このデスキャスターをどう使うかがデュエリストの腕の見せ所なわけだが、悪魔族モンスターは墓地送りカードが豊富なため、様々な選択肢が考えられる。特に魔界発原生機デスガイドからマサイの戦士をリクルートし、2体でデスキャスターをリンク召喚すれば、マサイの戦士の墓地効果でデッキから悪魔族を墓地へ送りつつ、蘇生の準備も整うため、デスガイド1枚から任意の悪魔族を場に出すことができる。これにより今までは安定して場に出すことができなかった悪魔族モンスターの活躍の幅が広がりそうだ。グレンマジュダイーザは爆発的な攻撃力を得られる代わりにサーチが難しいカードだったが、デスガイドからダイーザをリクルートし、2体でデスキャスターをリンク召喚し、ダイーザを蘇生することで効果を復活した状態で場に出すことができる。レベル3悪魔族であれば実質的にデスガイドから効果を無効にせずに場に出せるようになったため、これらのステータスを持つモンスターを有効に使いやすくなるだろう。またモリンフェンや煉獄魔人ヘルバーナーは上級モンスターで場に出しにくく、アドバンス召喚では割に合わないモンスターだったが、墓地から蘇生させることで活躍の幅が広がるだろう。特にモリンフェンは相性のいい勇者テーマにも新規が登場したため、非常に注目が集まっている。デスガイドが召喚時効果なためアラメシアの儀と相性は良くはないが、手札にモリンフェンが引けている場合は勇者展開、引けていない場合はデスガイド展開と使い分けるのも手だろう。墓地へ送ることで蘇生しやすくなったため、高等儀式術の採用も視野に入る。デッキのモリンフェン2体でレベル10の終焉の覇王デミスを儀式召喚し、レベル10モンスターがいることで七星の開門の効果で墓地からモリンフェンを大幅に強化できる切り裂かれし闇を回収することもできるため、儀式軸モリンフェンという新たな構築も検討できる。また秒殺の暗殺者も悪魔族モンスターであり、デスキャスターの効果で手札を捨てるため蘇生をしながら手札を減らし、本来の攻撃力を活かしやすいという点で相性が抜群だ。デスキャスターの登場により様々な悪魔族モンスターに可能性が生まれ、愛用していたデュエリストにとっては嬉しいニュースだろう。ハリファイバーの反省を踏まえ、今後はリンク素材にできない制約や種族の縛りを設けながらも多くのデッキで使えるようにカードをデザインしていくのかもしれない。また前のパックからもそうだが、ウルトラレアの枠に汎用性がありつつイラストアドが高いカードが増えているため、今回のパックもなかなか人気になりそうだな。念のため発売日の朝一に買いに行こうと思うぞ。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。